十三日のゲスト、吉尾さんです。よろしくお願いします。じゃあ一人ずつ自己紹介してください。おはようございます。港香織と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうも、バイト君と申します。バイト君、はい、村杉でもいいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よく考えたら、そういえばスペシャルのイベント一緒にやってるもんね。はい、でよろしくお願いします。遅刻です。遅刻、はい、小園です。よろしく。ドラムの石鹸です。よろしくお願いします。お高いですボードです。よろしくお願いします。カメラメンズでピッてもらって、本年度一番鳥肌立ちました。嬉しい。そんな流れですか。はい、大丈夫ですか。なかなかあるね。まあ、詰まったらショートコント飛ばしちゃうんですよ。大森がセリフ書いて転がってるんだ。僕じゃなくてもいいじゃないですか。カンペあるといい。でっかいカンペがあるといいですよね。うん、ね、もうバレバレでもこれをこのまんまお前の下に行ってこう そばに置いといて、それをいちいちこう探しながらでも全然、はい、大丈夫です。よろしくお願いします。ちょっと、挨拶に来ました。失礼します。あ、僕ら失礼します。失礼します。失礼します。グループ魂と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。失礼します。失礼いたします。よろしくお願いします。失礼します。失礼します。大丈夫ですか。気合入れなくていいですか。気合はちょっとお迷惑をかけそうな。お願いします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 。じゃあここで持ち主呼びますから。はいはい。お、持ち主来いよ。持ち主、自転車の持ち主。おう、持ち主。どうもどうも。持ち主。いやいや、あー、どうも。いやー、どうもありがとう。持ち主です。国立市から自転車で来ました、清志です。どうも。国立から自転車でいらしたわけですか。はい。あー、これはこれは遠いところすいません。ただですね、先ほどから大丈夫ですか。先ほどから再三申し上げまして通り、ウルフ魂の弟オーディションなんですよ。心得ておりますよ。心得てる割には、すいません、お年の方がだいぶ召してるような気がする。あんなこと言ってるよ。あんなこと言ってるよ。すいません、清さんですか。おいくつですか。清君、いくつだい。18歳。お引き取りください。本当に弟さん、はい、これね、深いわけがあるんですよ。あ、こう見えてね、清君も行方不明の弟を探しているんです。弟を探して全国を自転車で旅しているんですよ。そうなんですか。悲しい男なんです。清君。清です。
弟を探して30年になるとです。18って言ったじゃないですか、言ったそばから嘘じゃないですか。清です。この間自転車を盗まれたのですがニュースになって次の日にすぐ出てきてしまいました。どうせならもっと引っ張ってほしかったとです。ちょっとね話題がね。なるほどなるほど。警察も余計なことをしてくれたものです。清です。娘が倖田來未のファンです。あのすいません、弟の話全然どうでもよくなっちゃったんですけど。18ですよ。なるほどなるほど。清です。娘がいるっていうのは。清です。ドラマに出ているのですが驚くほどのちょい役です。清です。あつし分かる、その気持ち分かるよ。あつし毎週10秒ぐらいしか映りません。すごいな、そのドラマ。清です。大変ですね。清です。弟の名前は清彦です。なるほど。いい話でしょ、ボードさん。すべてがいい話でしょ。いい話っていうか身につまされました。素晴らしい。ちょい役で、なるほど。みんな止まった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 。ブレーキがブレーキがブレーキが効かない。なんだこの人は。すごい。大丈夫かな、この人。ここにも笑いの神様が。チューブ電車のチューブが取れましたよ。こんなこと起こりませんよ。こんな小道具ひどいじゃないか。お名前は、お名前は、エントリーナンバー4番杉本哲太です。世田谷から自転車で来ました。世田谷から自転車は普通だよね、別にね。渋谷だもんね、ここは。清彦。清ジュニーが清彦、お元気だった。嬉しいよ、ありがとう。僕はね、今文章を書いて生活をしているよ。テレビブロスで連載をしているよ。兄さんもな、テレビブロス連載してたよな。うん、月見とはに書かせてるんだ。もう最終回になった。あ、終わっちゃうんですか。終わった。やっぱこれがあれ安いから。まあそんな感じ。あ、そう。教育頑張ってるじゃないか。僕は自分で書いてるよ。いやー、偉いな。ボードさん、何なんですか、この人たちは。こんなことってあるんですね。兄弟なんですか。そうです、兄弟です。ああ、そうですか、ずっと行き分かりになってた、30年行き分かりになってた兄弟がこの他人のアンコールのライブの会場で鉢合わせになるって、これは素晴らしいじゃないですか。ね、あ、なるほど。どうですか、どうでしょう、後藤さん。はい、この際、はい、この2人をグループ魂の新キャラクターにしてみては。頑張って、ほら、いや、あの子なんかほら手にいっぱいなんか文字を書いてますよ。ここにこんなにカンペがあるのに、ここにまだ清と清彦のショートコント。おまわりさん。はいはい、そこの自転車のおじさん、自転車のおじさん、ちょっと止まって。すいません。無灯火じゃないの、ちょっと、ね、すいません、うん、最近あのね、盗むの流行ってるから、ちょっとね、証拠するからね。はい、こちら神宮前、はい、持ち主証拠お願いします。はい、名前は清です。仕事はミュージシャンです。ミュージシャン、ちゃんと食えてんの、どんなの歌ってんの。待って、はい。ああ、そう、分かった。はい、じゃあ国としての清さんですね、間違いないです。じゃあ気をつけて帰ってね。はい。なんだ今の。よく見る風景じゃないですか。いや、あえて何も起こらないこの結末。素晴らしい、この裏切りね。この二人じゃなかったら怒ってるでしょ。そうですね、すごいですよ、ありえないです。どうですか、ボードさん。まあ確かにすごいツーショットだと思いますよ。すごいですよ、この二人が破壊を挟んでるわけですもんね。すごいですよ。それはすごいと思いますけど、ただやっぱりリアルにスケジュールとか合わせるの大変だと思います。そういうリアルなこと言うなよ。すいません。いや、だって工藤、今だって大変なんですよ。バイト君だってね、カオルさんだって、ああ見えてね、あの昼ドラとかね、犯人に間違われる役とかね、結構やってるんですから、スケジュール合わないんですよ。夢がないこと言うなよ。すいません。思い出してみろよ、思い出してみろよ、お前。え、
思い出そう思い出してみろ。下北沢のな今自分に言ってたんだよ。そうか、下北沢のモスバーガーでバイトして、え、使えねえ使えねえって言われてた頃よ。ああ、リアルな話だ。そうだぞ、朝8時まで働いてた。そうだ、はい、そうだ、清彦の言う通りだ男はな、夢を見てないからダメなんだ。夢、夢だよ夢。それでは歌っていただきましょう。清彦&清で、歌はもちろんデイドリームビリーバー。もう今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴っても、そういつも彼女と暮らしてきたよ。喧嘩したり仲直りしたり、僕はデイドリームビリーバーソンで、彼女はクイーン。でもそれは遠い遠い思い出、日が暮れてテーブルに座っても、あ、今は彼女写真優しい目で僕に微笑む。ずっと夢を見て幸せだったな、僕はデイドリームビリーバーソンで、彼女はクイーン。いいこと言うよね、うん、ずっと夢見てられたらいいよね、うん、ずっとお肉の夢を見ていられたらね、最高。大丈夫かい松尾くん。ねえ、というわけで本日のゲスト、今はの清志郎くんと松尾水くんでした。ねえ、いやいや、えらいね、カンペを自分で吐けて、覚えられなかった自分が悪いんだもんねいやどうもありがとう。